それでは来週の秀美さんは次郎です。自転車って便利ですよね、けど乗るためには練習が必要です。そこで自転車に乗れない人のために考えました。ペダルはなく、しっかりと足が地面につくタイプ、前に進むには右足左足を交互に前に踏み出しましょう、走ればスピードもアップ、ハンドル握ってどこまでも走ってください。さて来週のひねみさんはこっくりさん、こっくりさん、私の未来はどんな姿と寝落ち寸前のこっくりしている人に話しかけていた。道外に遠征し歴史あるお城を見て、これ家賃いくら、何 LDK と聞いてしまう。屋根より高い鯉のぼりは値段のことだと思っているの3本です。来週も聞いてくださいね。屋根のやつは知らんわ。じゃん。